はい、東京 YouTube 生態の平野です、日本でここでしかやっていない生態法です、20年間私が、やってきてどこに行っても治らない人を中心にですね、施術をさせていただきました。そして昔のやり方揉んだりですね、ねじったりストレッチをかけたり、温めたり電気を当てたりなどしてもですね、これは根本的に治らないことに、気がつきました。そして、体が緊張する理由、長引く不調がね、ずっと続いてしまう理由は、脳の過剰な、防衛システムですねが、ということに気がつきました。このシステムを解除できる、世界的に稀な、生態だというふうに自負しています。今回のテーマはですね、別次元の生態ですよ、肩甲骨が、動きますよ、私が今本当に最高の施術だというふうに一応思っているのが、新しいチャクラ療法といってですね、エネルギーの取り入れ口が、また緩んでしまっている、そのためにエネルギーがダダ漏れの状態が、あると、そんな感じがしているのを、発見し、そして、その調整法を、見つけました。重力系のまっすぐに入ってくるエネルギーと、そして生命エネルギー、気の流れは螺旋で入ってくる、この両方のエネルギーを、調整することによって本当に別次元の生態が、今できているというふうに思っています。そして肩甲骨などもね、肋骨から肩甲骨、鎖骨がですね、外れることで、もう本当に綺麗に動くようになって、肩が今までよりも全然違う軽さが出てくるみたいな、声をたくさんね、いただいています。ちょっと別チャンネルになるんですけども、私のね、ホームページから別チャンネルを探していただいて、そちらには今お客様の声がね、たくさん載せてあるんで、それを見ていただけるとね、本当にこんなに変わるのかなっていうふうに思ってもらえると嬉しいです。今愛知県蒲郡市というところでやっていますが、東京、大阪に月1回ずつですね、2日間ずつ出張生態をしています。ありがとう生態、蒲郡市と検索していただけると、その内容が出ています。ちょっとこの金額もそれぞれ違うんですけども、私がね、そちらに赴いて施術をしますので、ぜひね、興味のある方はホームページからご連絡をお待ちしております。よろしくお願いいたします。